AI オンラインライブ、ね、ボリューム4ですよ。ベトナム4美味しいですけど、まあ、そんな感じでね、今日4回目5時までやっていきますけど、どんな人が出るんですか。自分の出番しか気にしてないよね。ゆかさんも他の人とかどうでもいいよね。ゆかさんも出ますし、チャンネルインクルージョンもやるので、はい、ぜひそちらも合わせてご覧ください。AI オンライン企画ということで、このコロナになってからですね、今日第4回がとうとうゆうりゅうさんの登場になります。じゃあゆうりゅうさんの方から軽く自己紹介の方お願いしてもいいですか。アーティスト名ゆうりゅうとしてやらせていただいております。 AI に入ったのがだいたい1年半前くらいからで、デジタルアートを主に描いてるんですが、そちらをやり始めたのもちょうど AI に入ってからということで1年半ぐらいになります。早速ね、もうね、作品の方ちょっとこうホームページで、はい、アップしてあるね、オンライン個展の、特設ページとしてアップしてありますんで、はい、早速これを見ながらね、ちょっと見ていき、その後、いろいろゆうりゅうさんの人物像にも迫っていきましょうか。はい、じゃあ4回目の方で、こちらがですね、ゆうりゅうアートギャラリーになってますね。こちらの作品の方を見ていきましょうか、はい、風景始まり、これはどんな作品になりますか。この絵は AI に入ってこのデジタルアートというものを初めて知って、それで一番最初に描いた絵になります、じゃあちょっとね、この妄想エンジン全開娘、改め気まぐれ猫さんとの絵と音楽のコラボレートをちょっと見てみましょう。なんでだろういつもくだらないことばかり囚われてしまうんだろう、わかってるのに、ああ見えないふりしてただけ弱さは
はないけども、いろいろな動物たちが音楽を聴きに来てくれてて、一人だけど孤独ではないっていう、まあ、自分の心の中といいますか、思いを描いた絵ですね。なるほど。ということで今日はゆりさんによるアーティストトークでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。光の後ろ側忍び寄る影帽子、懐かしの昨日は今雨の中に、優しくなりたい優しくなりたい、自分ばかりじゃ虚しさばかりじゃ、愛なき時代に生まれたわけじゃない、君と生きたい優しくなりたい。チャンネルインクルージョンの時間です。皆さんいかがお過ごしですか。私は今仙台市青葉区一番町にあるアートインクルージョンファクトリーに来ています。そして今日は3人の素敵なゲストをお呼びしています。まず1人目は、サングラスをかけた不審人物、松根くんです。 X のものカメラあそこね、X のモノマネしている松根木です。モノマネしてるのね。どうぞよろしく。はい、では、次に、うん、どうもタカピーです。タカピーさん、もう5年目です。あ、アートインクルージョンに来て5年目ね、はい、そして今日ね、こう一点、舞さんです。先週前回に続いて舞です。特にさ、今年の夏湿気が多かったですよね。舞さんはなんか天候と健康ありますか。そうですね、低気圧になると体が重くなっちゃう。あとやっぱり私まだ、疾患初心者なので、持ってかれたので低気圧に左右されます。最近雷が多くて困るんですよね。ということでね、チャンネルインクルージョン、今日は名古屋間に話をしてきました、ね、名古屋間だったのかな。なんか話し足りないことがあったら最後、もう終わりですか。ということでね、今日は、チャンネルインクルージョンを、ゲスト3人をお招きしてお送りしました。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。さようなら。またね。ありがとうございました。またのお越しを。